周防大島高校でチャンス、チャレンジ、チェンジ。地域の皆さん、こんにちは。周防大島高校です。私たち周防大島高校は島ただ一つの県立高校として、地域の活性化に向けて高校生のできるさまざまな地域貢献活動に取り組んでいます。この番組、島高チャチャチャではチャンス、地域貢献活動等の島高生の取り組みや学校の様子、チャレンジ、周防大島高校の挑戦、チェンジ、私たちと学校の成長の様子、何よりも高校生の元気を地域の皆様にお届けしたいと思います。番組は周防大島チャンネルさんのご協力を得て2ヶ月に1回1週間放映されます。私たち高校生の手作りでその折々の様子を紹介してまいります。申し遅れました。今回のナビゲーターは2年新谷瀬名と1年浜野彩香が務めます。よろしくお願いします。第8回目となる今回のプログラムはご覧の通りです。福祉専攻科オープンキャンパス、届けよう福の力プロジェクト、普通科授業の一コマ、島高ダイアリー。一つ目の話題は区画校舎で行われた福祉専攻科オープンキャンパスの様子です。では福祉専攻科の方に伝えていただきます。福祉専攻科1年、中岡遥です。野下恵美です。ここからは私たちがお届けします。11月18日、周防大島高校区画校舎において福祉専攻科のオープンキャンパスが行われました。周防大島高校の福祉専攻科は高等学校卒業以上の方を対象にした介護福祉士の資格取得を目指す2年生の学校です。福祉専攻科では資格取得はもちろん、地域と関わることや介護や福祉の現場でリーダーとなれるようさまざまな取り組みをしています。先日行われたオープンキャンパスでも地域の方も参加できる介護講座やさまざまな体験コーナーが用意され、たくさんの方が来校しにぎわいました。アロハフラ島校によるフラの発表もあり、家族連れの小さな子どもから実際に在宅での介護知識を学びに来られた方、学校の様子を見学に来られた方など、幅広い年齢層の方々にお集まりいただきました。オープンキャンパスの内容として、福祉専攻科生による学校紹介、山口県介護福祉士会による介護ミニ講座、ハンドマッサージや体年齢測定、介護予防体操などの体験が行われました。福祉開放講座は昨年度からの取り組みとして行われ、地域の方も一緒に介護や福祉について学ぶ機会となっています。では当日の様子をご紹介します。はい、解剖予防ということで外国士会の方のご指導、そして、本校の福祉専攻科の先生、オープンキャンパスの始まりは校長先生の挨拶からです。当日集まっていただいた地域の方へ感謝の思いや福祉専攻科の概要についてお話をいただきました。さらには、外国士に関する、方に対して興味を持っていただいたと思います。資格である介護福祉士の資格取得を目指すと、続いて専攻科生による学校紹介です。専攻科生の1年次で専門的な授業を生徒が主体的に取り組む様子、実習の様子や学び、地域と関わりを持った取り組みなどを紹介しました。どの内容も生徒が主体となっていること、地域との関わりを大事にしていることなどを伝えました。通信課程を卒業して入学している人や社会人経験のある方、介護現場での経験がある方などが入学しています。
在宅で少し使用できたらこうちょっと助かるとか、生活の中でこういったものがあるんだよって、これあると便利だよっていうのを福祉用具のご紹介と、あとこちら の、 あの上本さんの方で介護実技の方を前半にしていきたいと思います。続いて山口県介護福祉士会の方による介護ミニ講座です。今回は在宅介護で役立つ技術と福祉用具という題目でお話しいただきました。具体的に在宅でどんな物品を揃えれば介護者も介護される側も負担が減るのかといった内容で、すぐに役立つお話がたくさんありました。講座の始めは日常生活の中で欠かせない生活動作に役立つ福祉用具が紹介されました。例えばトイレでは便座の工夫や手すりの配置に工夫があることで、身体機能が衰えてもできるだけ最後まで自分の力でトイレに行けることがよく分かりました。ちょっと横にこう今手すりついてます。あれにこういうふうに体重をかけて立ち上がるあの手すりなんですけど、これは先ほど言ったようにこうレンタルではなく、あの住宅改修ではなくて、これはもう福祉用具レンタルでできるでしょう。ここからは実際に介護福祉士さんによる実技です。スライディングボードという福祉用具の使い方や利便性についての紹介がありました。スライディングボードを使うと立って移動ができない人を抱えて車椅子に移す必要がなく、介護者も介護される側も驚くほどにスムーズに最小限の力で移動することができました。利用者さんの座っている位置と車椅子の位置をなるべく近くにして、でこっち側に少し傾いて、このボードを彼女のお尻の下に置きます。でこっちの足ちょっと前ですね。じゃあ一緒に行きましょうか。せーの、っていう感じで。あまりにもあっさり移動できる様子を見て、参加者からもおーという歓声の声が思わず漏れていました。この他にも福祉用具を活用することで介護者も介護される側も負担が減る方法や介護技術をたくさん紹介してもらい、自分たちの学びを広げる機会になりました。それではここで当日の利用者役を行った福祉専攻科1年の森奈々子さんに聞いてみましょう。介護講座を受けてみてどうでしたか？はい、福祉専攻科1年の森奈々子です。今回私は利用者役をさせてもらったんですけど、自分が今まで思っていた以上に福祉用具を使うことによって利用者の方の負担を減らすことができるんだなと思いました。また介護職を長く続けるためにも福祉用具をうまく使って介護者が無理に体を使わないようにすることが大切なんだなとも思いました。これからの学校での実技や介護実習の参考にしていきたいと思います。ありがとうございました。それでは後半は福祉専攻科によるハンドマッサージの様子についてお伝えします。福祉専攻科生1年の三崎智美です。オープンキャンパスではハンドマッサージの体験コーナーを担当しました。当日はマッサージのオイルにみかんのオイルを混ぜてマッサージのケアを行いました。またコーナーの設置もハワイ発祥のロミロミの雰囲気を出すなどして大島らしさを意識して準備しました。ハンドマッサージには20人ぐらいの方に来ていただき、どの方にも笑顔になっていただくことができました。体験された方の中には片手だけでいいと言われて席に着かれたけれども、気持ちがいいからやっぱり両方やってと言われたり、ケアの後時間が経っても手がほかほかしているよと声をかけてくださったりと、嬉しいことがたくさんありました。またケアの最中に地域の方から私たちの普段の学校生活の様子を尋ねられるなど、学校の様子を伝えるいい機会にもなりました。専攻科の加田さん、当日の様子はどうでしたか？福祉専攻科1年の岡田千尋です。今回のオープンキャンパスで初めてハンドマッサージをしました。
はじめはうまくできるか不安でしたが、皆さんがマッサージがとても気持ちいいよと言っていただいたのでよかったです。これからも相手の方に喜ばれる介護を目指していきたいと思います。ありがとうございました。最後に介護予防体操の様子です。介護予防体操は高齢者の方が足の筋力を維持したり向上させるための簡単な体操で、座ったまま行うことができます。今回はその効果を実際に自分たちも体験しました。体操を日常に取り入れることで、介護が必要になってもできるだけ自分でできることを維持することや介護予防の大切さを学びました。最後に福祉専攻科の入学生募集についてです。福祉に興味がある方、介護福祉士を目指しておられる方はぜひ蔵島高校の福祉専攻科への入学をお待ちしています。次は二次募集の試験が2月10日に行われます。興味のある方はぜひ福祉専攻科までお問い合わせください。2つ目の話題は届けよう福の力プロジェクトです。前回のこの番組において視聴者の皆様にも子ども服の回収についてご協力をお願いしたこの企画ですが、今日はその活動の結果を報告していただきます。周防大島高校1年坂本愛理です。私たち1年次生84名は世界で服を必要としている難民の人々のためにできることをしようと、4月から使わなくなった子ども服の回収に取り組んできました。上野省海の市や町内の中学校、役場の支所などに回収ボックスを置くなどして皆様のご協力をいただき、今年は1826着の子ども服を集めることができました。11月21日、1年次生全員で体育館のフロアいっぱいに子ども服を並べ、数え上げた後、箱に詰める作業を行いました。この作業を通してどのようなことを感じましたか？はい、1000着以上もの服が集まるとは思っていなかったのでとても驚きました。自分たちの活動が少しでも役に立てていたらいいなと思います。今後もボランティア活動に積極的に取り組んでいきたいです。地域の皆様のご協力に心よりお礼を申し上げます。先日この子ども服はユニクロを通じてユネスコに届けられたそうですね。はい、この子ども服は今後服を必要とする難民のもとに届けられ役立てられます。どの国に送られたのか、どのように役立てられたかについては後日報告のフォトレポートが届くそうです。報告が楽しみですね。坂本さん、ありがとうございました。次に普通科の授業の一コマをお届けします。周防大島高校にはたくさんの特色ある選択科目があります。今日はその中から学校独自の科目フィールドワーク2についてご紹介します。解説を3年生の三浦さんにお願いします。周防大島高校3年三浦雄大です。フィールドワーク2は普通科普通コース3年次生が履修する授業で、地域の活性化に貢献する取り組みを通してふるさとへの誇りを育んでいます。一学期は周防島観光協会の江良さんから周防島の地域活性化に向けた工夫や PR の仕方について学ぶなど、地域の方を講師にお招きして地域に関する学習やプレゼンテーションの方法などを学習しました。そして
2学期からはこのように4つのコースに分かれて学習を深めました。今日は文化コースと音楽コースの様子をご紹介いただけるということですね。最初に文化コースの授業の様子をご覧ください。総島町はハワイと強いつながりがあることから、文化コースでは日本人が考案し、今やハワイの文化として定着したアロハシャツの制作に取り組みました。アロハシャツは1枚の布から作られたそうですが、実際に制作してみてどのようなことを感じましたか？襟を作るのが少し難しかったのですが、このような体験はなかなかできないので頑張りました。総島では夏になるとアロハシャツを着て働く人がたくさんおられます。私も来年の夏に自作のアロハシャツを着るのを楽しみにしています。これは音楽コースの授業の様子ですね。はい、音楽コースでは自分たちで作詞・作曲したバラ歌を保育園で披露しました。自分たちで作ったわらべ歌をたくさんの人たちに歌ってもらうこと、園児たちが笑顔になってくれたことに幸せを感じました。また各コースでの学びを校内において発表する卒業発表会が12月14日に催されました。全員がそれぞれの学びを披露し、素晴らしい発表会となりました。生徒一人一人が主役となる授業ということですね。はい、私たち3年生は間もなく卒業し、この総島を離れる者もたくさんいますが、このフィールドワーク2で再発見した総島の素晴らしさはいつまでも心に残ると思います。三浦さん、ありがとうございました。これからも周防大島高校はさまざまなことにチャレンジをし、周防大島に活力を与えることのできる高校でありたいと考えています。地域の皆さん、今後も応援よろしくお願いします。最後のコーナーは、周防大島高校の学校行事をフォトムービーで紹介する島高ダイアリーです。ではどうぞ。
今回の島校ちゃちゃちゃはいかがでしたか？それでは次回の放映でまたお会いしましょう。さようなら。周防大島高校でチャンス、チャレンジ。